そういう人がね来てみたいという時にここに連れてきたら面白いかなと思って、逆にちょっと伺いたかったんですけど、休憩所があるじゃないですか。休憩所なんかカラオケボックスみたいになってて、あそこでみんなちょっと少し休憩してお茶とか飲んだりとかしてもいいんでしょうか。ここは大丈夫です。あ、すごい。そしたら、はい、であまりにもカラオケボックスっぽかったから、カラオケなんか東映アニメのカラオケとかあったらカラオケタイプとかできたらいいのになーなんて思ったりしたんですけど。じゃあアカペラでね、オープニングで歌唱してしまいますけどね。あ、そうですか。古いほら、はい、アニメじゃない。ねえ、そうそう、みんなでアニメの歌を歌うってもいいかなと思ったんですよ。そう、あのだってマジンガー Z、 イタリア語バージョンでイタリア語で作るとイタリア語で歌うんですよ、マジンガー Z。 あ、そうですか。だからそれまたイタリアで人が来たら連れてきます。待って待って、イエーイ。あ、待って待って待って、エリカ、エリカ、はい。